GPD バーサスコロコロ編集部。うわー！ AI 対人間。B 青春オーバーな。おじさんは死んでるな。これがプロだぜ。すごい。まずルールを説明します。先ほども言いましたけども、 AI と編集部員の考えたタイトルでどちらがより読みたくなったかを競ってください、はい、まあ、評価してください。タイトルを考えた本人はマスクをしてもらって喋ってはいけません、はい、残りの2人はどちらが面白いかを協議していただいて、 A か B かを書いてもらって見せてください、はい、純粋に面白いと思ったやつをあげればいいってことですね、うん、そうですそうです。どっちがカー君かとかじゃないと、じゃないですじゃないです、いうことになります。ちょっと次は皆さんお得意のジャンル、ギャグ漫画になります。勝ちてこれはね、仕事に影響出るというわけでギャグ漫画、まず一つ目のあらすじいきたいと思います、はい、それではこちらです。主人公の男の子山田は頭が悪くていつもドジを踏んでばかりいる、うん、ある日彼は同じくおバカな友達の田中と出会い、二人は意気投合する。やがて彼らには様々なおバカな仲間が加わり、毎回おバカなドタバタが繰り広げられる果たして彼らは学校や街で巻き起こるトラブルを乗り越えることができるのか。ちょっと待って、めっちゃ難しくない？これ俺考えよう。めっちゃ難しくない？何も言ってない。おバカなとしか言ってない。じゃあマスクつけますね、はい、A おバカフレンズ。おっと、そんなに。はいはいはい。 B バカサバイバー。おー、あ、なんかちょっとクリちゃんとコアまで考えて、面白いと読みたいと思う方を書いてください。それではスタート。はい、あ、どうですかこれ第一印象。これは第一印象では正直、うんうん、さっきの流れはちょっと違うかもしれないですけど、うん、A かなって思います。おえーっていうとなんかバカサバイバーって見た時 の、うん、そのバカの字面がちょっと強すぎて、うましかがタイトル的に、うん、なんかちょっと興味ってよりもうってなっちゃう感じが強いなっていう状況です。おバカフレンズはなんか本当に頭空っぽにして笑えんのかなっていうところです、ね、画数が多いってことそうです、なんかちょっと字面が強い。ああ、じゃあカタカナバカサバイバーだったら、ああそれは全然ありだと思う。ああなるほどね。いやそれはわかるな、うん、確かに俺バカサバイバーの方が好きなんだけど、うんうんうん、確かにね、ウマシカのねちょっと字面が強いですよね。語感もいいよね、うん、あと1分で、あ、うわどうかな。でも俺、でも A は確かになんかそれこそ当たり障りなさすぎて、そうなのよ、コーマパターン、試し読みの1話だけ、青春オーバーランパターン、いやいやいや、そのなんかもう、え、その当たり障りもないの代名詞として青春オーバーラン、いわゆる青春オーバーランパターンってこと。それよりまあまあそれよりも内容ないですけどね。おバカフレンズって、おバカフレンズはない10秒前 A でいきたい。じゃんけんポン、負けた。 A か。いやー、まあでも、そうね、3、2、1。おお、はい、ギャグ漫画ですからね、終了で。なるほど、ます。まあまあ確かに。はい、というわけでお二人が面白いと思ったタイトルどちらでしょうか、お願いします。じゃんけんで勝たせていただきA でございます、うん、おバカフレンズ。おバカフレンズ。それではカー君が考えたタイトルはどちらでしょうか、お願いします。じゃんけん負けんなよ。B B バカサバイバー。バカサバイバーの方が面白いじゃん。ごめん人類。人類ごめん。事前がきついって言ってごめんなさい。いや俺はいいと思いました。だから B B の方が好きでしたけど。だってドタバタをさ、こう乗り越えていくみたいな、トラブルを乗り越えるみたいなのがあるからさ。ね、そこまで。ある A に。いやでもな、なんでも負けだちなみにカタカナっていう選択肢はなかったんですよ、バカは。あー、いや、それはそれで弱いんだよね、多分ね。バカをカタカナにすると、うん、そのおバカフレンズそんなに変わんないんだよね。確かに。そう、引っかかりあるかなと思ったんだけど、うん、ちょっとコーマがもう引っかかりすぎちゃいました。いやはまんなかった。いやっやっぱでもすごいなと思うのが AI、 やっぱバカフレンズだったら AI ありそうだなと思うんだけど、うん、おバカって言えるところがすごいのよ ね、 やばい。あのひらがななのがいいですね。いいですね。あ、まあでも面白さですからね。そうそう、人間かどうかで、あっちに面白さで今負けた。3勝負けた、負けたわ。怖い、でも今怖くなって、やばいやばい。それでは続きましてギャグ漫画2つ目参ります。こちらです。主人公の少年魔法使いジョニーは魔法学校のトップの成績を誇る天才だが、とにかくいたずら好き、うん、彼は同じくいたずら好きな友達と共に魔法を使って学校や街で大騒ぎを起こす。しかしある日、
彼らがいたずらをした相手が本物の魔女であることが判明し、彼らは魔女たちと戦うことになる。果たして彼らは魔女たちを倒し魔法界の平和を取り戻すことができるのか。いたずら好きなの、ね、全然違いますよね。全然違いますよね。要素めっちゃ多い。そうですね。はい、じゃあこちら考えた方どなたでしょうか。はい、はい、はいはい、それでは A のタイトルこちらです。ちっちんぷぷぷ。ちっちんぷぷぷ。 B、ワールドワイドウィザード。ワールドワイドウィザード、俺チッチンプププがいいと思う。いやいいっすね、チッチンプププ。これだってもう、そう、もう一択じゃん。一択かも。はい、うん、どうします、考える時間もなくいきますか。いや、いらないんじゃん。いらないぐらいでいいだと思う。ワールドワイドウィザード面白くなさそう。そう、それおしゃれな感情狙ってる。まあでも別にな。じゃあもう即決で。いや即決で、即決でいきますかね。はい、じゃあお願いします。チッチンプププ。それではコウマさん考えたタイトルはどちらでしょうか。 A と B どちらでしょう。お願いします。2人なんてことしてくれたんですか。 A チッチンプププ。嬉しい、めっちゃ嬉しい。超なんかいいね、即決。これ即決、これは即決。いやちょっとめっちゃ嬉しいですねこれ。いやこれは良かった。もう出た時点でね、チッチンプププってなりましたもんね。ちょっといい、これいい、これめっちゃいい、嬉しい。もうこれじゃあやります。これどうやって思いついたの。チッチンプイプイみたいなのが魔法のなんかあることがあるから、まあそれをどうしようかなってとこで、最初なんかチンチンプププイみたいなのもちょっと考えたんですけど、なんかちょっとタイトルにチンチンはさすがにきついなと思って。なるほど。まあ口なじみがいい並び他どれかなって中で、まあ、チッチンプププってなんかちょっと言いたくなるなって。これはほんとすごい。いやすごいですね。引っかかる。人類嬉しい、うん、人類人類人類、これはもうまだまだだな AI。 いやこれ正直見た時にこれ面白いって。いやめっちゃ思いました。シンディも面白い面白い。嬉しい。いどこで考えたんだろうって思うぐらい。いやもう本当に昨日の夜クラクラしながらかじゃもう僕はなんか満足です、はいはいはい、これ勝った。それでは参りましょう。いきますか。ギャグ漫画3つ目こちらのあらすじでございます。地球を襲う変態怪人たちから世界を守るため主人公の少年バカレッドは変態戦士バカレンジャーに変身する。彼は同じく変態戦士である友達と共に変態怪人たちと戦いながら毎回バカな行動を繰り返す。果たして彼らは変態怪人たちを倒し地球の平和を取り戻すことができるのか。これバカサバイバーじゃない。変態戦士の対抗が変態怪人なんですか。うん、すごいねこれ。はい、もうこちらもマスクつけてますね。クリちゃん、はいはい、A のタイトルはこちら、うん、エッチでエロなバカレンジャー。B 超変態戦士バカレンジャー、うんうんうん、どちらが読みたい漫画になっているのかを考えてください。それではスタート。いやもうわかんないなこれ。ちょっといいですね。バカレンジャーつくんですね。まあまあ確かにつくかこれは。なんか A はやりすぎな気がしますけどね、まあ、そうなんだよね、うん、なんかちょっと AI 感もあるしな、うん、ただちょっと思ったのはエッチでエロでヒーローってことでしょ。そうなんですよ。そんなことできます？AI が。でもまあコロコロにエッチでエロなバカレンジャーっていうタイトルは載せらんないからな。確かにそれはありますね。超変態戦士はいけるんですか。ちなみに超変態戦士はまあまあまだわからなくはないというか、あまあありえるよね、うん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 、そう載せられるかとかじゃなくても面白そうなのか、まあ面白そうだね、普通にまあ B な気はしますね、ま、でもそうだね。なんか A は、うん狙ってるけど分かんないもんね、うん、そうですね。五感もちょっとあれだしな。残り1分で、うん、私雨だれつきそう。そうだね、バカレンジャーっていうね、はいうんうん、これも割となんか B かな。シンプルに B じゃないですかね、うん、そうだね。いやクリちゃんがね、うん、あの昨日また夜一生懸命あのエッチでエロでヒーローだって言って書いてたのを今考えてないこと祈るよ。はい、いやよろしいでしょうか、はい、超変態戦士バカレンジャーで、B、お願いします。 B です。それではクリちゃんが考えたタイトルはどちらでしょう。 A、B どちらかお答えください。どうぞ。エッチでエロなバカレンジャー。嘘だろ。そうか。いやだってさいやちょっと言い訳してるんですか。言い訳しよう言い訳しよう。人類の皆さん人類の皆さん。だって B 思ったんですよ。てかもうこれ完成してるというかもう変態戦士バカレンジャーがいいじゃないですかそのままが、うんうんうん、でもそのままはなんかはずいじゃないですか。考えて考えていろいろやった結果こうなったんですよ。でなんかこういうのが
受ける感じかなと思ったんですけど、なんか違いました。もしかしたらちょっと ロゴとか頑張ったらね、あー、そうそう、ね、確かに受ける可能性はあるかもしれないね。でもなんかこうこっち側のエゴが出てますよね。読めよって言うんですよね。読めるんだぜっていう感じが。いや、そう分かるんすよね。ミスったら日々精進。でもこれもやっぱさ、すごいなと思うのがさ、さっき今のクリちゃんのさ思考でさ、はい、あの、うん、変態戦士バカレンジャーがもう普通すぎるからっていうのがあったじゃん、うんうん、こいつちゃんとさ蝶をつけてんだよね。まあ確かにそうなんですよね。そこすらすじに蝶はないですもんね、要素として。そうなんだよ、蝶はないんだよ。そうなんつけてる、そのまま行くパターンあるんかいと思って。すごくないですか。そのまま行くパターン。いや、すごいよ。こいつ冷静と思って、そのとんでもねえ編集者だな、これ。ひねんなきゃひねんなきゃじゃないんだ。逆転しよう。いや、まだ逆転、まだ逆転。だってまだ3問ある。あと3問、まだ3問。クリアクリアクリアと。逆転あるよ。人類勝ち行こう。これで逆漫画編は全て終了いたしました。はい、続いてサスペンス漫画編になるんですけども、これ全部取んないと人類勝てないです。勝てるよ。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。まだまだいけます。さすがだね。すごい。クリちゃんがどうかな。これで勝ったら主人公です。ゲームメーカーですよ、これが。勝ちたいな。カー君が考えたタイトルは A と B、 どちらでしょうか。お答えをどうぞ。